うわちょっと悪かった。そうそうね。問題は、まあ、岡田はね親だからね、うん、まずはしっかり上がることが大事で、渋川が倍つもなし、黒沢は羽つもですね。黒沢さんさっきのシャンポンのリーチ痛いね。嘘キューピンね。そうなるとね、内川はいいじゃないですか。早そう。内川いいよ、うん、これ頑張りそう。おおお、なにこれ、なにこれ、羽はある、余裕ある、リーズもメインホンチュンドラ、ね、はい、もうできてます。いやいや、もう想像集めるだけのゲームですか。簡単なゲームです。いやでも三層とかマジでネックだと思うんでね。いやそれぐらいは引いてきます、うん、それぐらいは引いてこないでしょ。三層あと1枚しかないんですよ、もう。いや A じゃなくて間違いない、間違いないね、うん、間違いないよ。満直は岡田にも届く。うーわー、まず解消したじゃん。本当にまあだから薄まるだけだからね、うん、漫画だよね。いやちょっとうるさいですちょっと待って、ちょっと待って、岡田は羽根つもと、あでも早い、うっちも早いよ。ここ広げるんじゃない、岡田じゃない、黒沢か。いやまあシャアですしね、なんなら、うん、これは先打っとく。お前とは付き合いたくない。やべえじゃん、なんかすごいくない、うん、黒沢さんって。黒沢ですから。本一チュンドラドラちょっと足りない、ね、泣くとね、まあ、泣くとちょっと。いやもうでも面前でしょ。でもトイトイもあるからなかなか。そうそうね、ドラ重なったりしたら、うん、なんか泣きも出てくる。いや黒沢さんですよ、何言ってんすか、ね、失礼失礼、もうメンホンでしょ黒沢さんといえば。大変失礼。内川、うん、リャンシャンテン、ソーズかマンズかどっちかなっていう感じですかね。黒沢が、いやでもさすがにこれでチーマン行くしかないかな、まあ、どっちかなというよりやっぱ分からないから、はい、あのまあ、分からないけど基本的にはやっぱ羽マン欲しいんで、ドライ色に、ドラ色だね、まあ、染めてるとしたらそうなるとは思うんですけど、はい、まあ、自分の手の都合でやっぱ3、7杯残しますよね、2よりは。さあ岡田いいシャンテンでしたが手を壊し戻します。渋川さんだけちょっときつすぎるわ。マンズはなんだ、4万。黒沢が本一ってのは見えてる、見えたよね。ちょっとまあこれ見えてるよね。そうかそうかそうか、急走、うん、自分で切ってるから迷ってるの。うわあ、え、人言いそう、言いそう、言いそうかな。いいんじゃない。いやでも言いそう。あとねペイが出たらねポンするかどうかなんですよ。次2枚目言いそう、ションパイ吐く。あでもそっか、トイトイ役役、これそう、トイトイ役役ドラドラでいいんですよ。本あのトイトイ、あ違う、本一役役ドラドラ。そっかそっか、トイトイいらない。あのえ、まあ、でもトイトイになっちゃうね。なっちゃうけど、うん、まあでもサブロスチーとかもできるからね。これペーポンでしょうね。ペーポンか。でも2枚目ですよ。うそうっすね、うん、ペーポンか。いやこれは結構迫られるんじゃない。ペーポン、ウルソーポンの3層数層待ち、うん、いやペー、あーそっかそっかそっか、うん、ペーポンした時は数層で倍満とかになるから出上がり OK になったりする時があるね。ありますね、ありますね。本一トイトイ役役ドラドラ、うん、あペー、いやだから出ない。じゃあ面前だね。いいんじゃない出なくて。確かに出ない方が間違いない。メンホンチュン、うわ来た、ドラツモ、チーソーかな。ソーズさばいておきたいんじゃない。ローマンもてかさばかない、完全にさばかない、ギリギリまで。いやローマンとかでも泣かれて跳ね回るかっていう気もしますけどね。いやそうなんですよ、うん、泣かれて跳ね回るとき鎮逸ですから ね、 鎮逸ですね。にしてはイーソー早すぎな い、 っていう、はいはい、自敗より先にイーソーですからね、はい、まあこの段階でイーソーできたらなんじゃってなる。言うでも、はい、マジで名本チートドロドロとかありえなくないじゃないですか、うん、でもチーソーあの今通ってるんですよ一応。あ今ね、あ今この瞬間通ってるんですよ。シャーシャー、反応しすぎ、ね、内川さんが処理してるんで、はい、先に。さあどうなる。いや痛えな、これマジで痛え。でもまあこの時はリーチがいる構えか。いやでもでももうリーチ上等じゃないですか、うん、この点差ならピンズとマンズの街ならもう。いやローマンしか恨めないのにローマン引く、来るかね、ここに1枚あるのに。ソーズだ。いやもうごめん、もうこれ本当一番嬉しくないよ、うん、こんなリアンカン。まあしょうがないよね。いやー、一緒で。白じゃん、白じゃん。これえ、リウルソ、まあドラ出るときは3個転敗するんで。うん。それはもうだって条件満たしてますよね。そうですね。これでもペイなくと役役本一しかないから。これね、ありがたいことにペイがないんですよ。泣かないっすよね。しかもペイ出ても泣かなくて、だって面前で跳ねますもんね。メンホンドラでいいからね。何？あ、うわ。え、
三層切りリーチとかもあるってこと？リーチしますか。変化があるのは関数層の方、これはフリー点がないですね。リアン層に失速する。うーわー、2アンコイシャンテン、バカだな、すごいな。これはポンですね。ペイで上がれば逆転だから。これマンガンね、マンガンでマンガン直撃とかもあったんですよね。あるある、チーソー握れでね、うん、それは今チーソーね。 ちょっとちなみに数層は、え、数層は二山、二山、え、だって内川さん関数層待ちだよ。これ積もったら終わりですよ。あ、積もる、うん、積もる、ある。これなんかもう近すぎてリーチもある気がする。だって急走も出てきててさ、もうこれ勝負するしかなくない？近すぎるね、うん、要は見てて逆転されちゃう可能性があるってことね。そう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 、もう出た数層をローンしないと、はい、が罪だってことでね。岡田イシャンテンツーに来ました、ここまで。いや、ローマン切りもね、もうテンパイだけでもいいっていう感じですね。ん、渋川さん、ギャンシャンテン実質一応国士だよね。そうそう、単層じゃない、三層だ。え、これスルーからあるよ。あ、じゃあスルーじゃない、チーして3アンコウじゃん、積もったら。あ、パーソーペイね、パーソー積もったら勝ちだ。本一3アンコウチュンドラ1。え、ウーソー切ったら、ウーソー切ったらポン、ウーソー切ったらポンですね。もうそれは絶対ポン、あ、こっち、これチーある、チーあるけど泣かない、泣かねえ、泣かねえ。積もチョコ OK だけどね。ラスハイ、ラスリアンソーだ、リーチリアンソーか、カンチービン、あ、リアピン来てるから、あ、フリテン、うん、チービン握れ。いや、このまま内川の数卒もまだある。あ、神社取り。え、ちなみにパーソーペンなかったっすね、山に。うん、そうだね、パーソーペン山なし。どうする、内川。てか、パーソーペン山にないってことは、ってことは上がりがない、今黒さん皇帝に。上がりがないのか。ただこのリーチに行くかどうかだよね。いいピンは筋でションパイで、今黒沢が上がっ、この教託どうなりますかって聞いたんですね。供託どうなりますか。関係ないか。い、同点の場合どうなりますかって聞いたのかな。これ跳ね間上がると同点なんですよね。あ、そうですね、はい、出上がりが跳ね間の場合ってことですね。マンツモでも並ぶ、マンツモは届かないですね。届かない、はい、はい、跳ね間出上がりが並びになりますね。なるほど、うん、なるほど。ということは、まあ、対象は内川さんだから跳ね間出上がってもダメ。ダメですね、あの、うん、上茶が内川さんなんで、はい、この EP まず勝負します。ションパイ数層、まあ渋川のとこにね1枚2枚入ってると思えば僕は打ちますけど、僕も打ちたいな。積もったら勝ちなんですもんね。はい、関数層ゼロとは限らない。なんかもうリーチ打ち返すかどうかのなんか勝負な気がしますよ。そ、はい、したら黒沢にマンツモ条件できるよね。なんか切り合いで、いや、マンツモ条件あできます、できるんですけど、黒沢さんパーストペがねないんですよね。うん、これリーチも考えてるような気がするけどな。頭取りですからね、これ、はい、内川さんの場合これ上がったら終わりなんで、うん、岡田上がってもまだもう1回ですからね。そうで、岡田さんに上がられてももう1曲あるというね。リーチ内川さん、いいよ、本当だ、来た、いいね、これすごいよ、来た、うん、素晴らしい。二山でしょ、2対2、2対 2、 2対2。お、テンパと、これでも順からなんですよね。でも打つしかないね、嘘ね、リーチでしょ、でも打つよね。リーチ名本ドラでハネマンだからもう逆転、岡田からハネマン上がっレベルとか今出たからね。じゃあこれリーチだね、メンホンチュン。でもこれね、山にないのよ。そうそうそう、でもまあリーチするしかないですよね、うん、これパーソーペイリーチから出れば勝ちだから、うん、これリーチですよ。でもめちゃめちゃレアンパスって、いや、ほらすごいから、うわ、これなんだよ、ね、これやばいからね。これ数層積もるんじゃない、黒沢。なるほど、でサブローソー付きじゃない。本当にやばいから、マジでマジでやばいから。これサブローソーチーからの上がりあるよ。これチーだ、しない、サブローそっちしてスッチーそ直撃 OK ですけどね。もうえ、しかもだってツモも OK でしょ。あ、ツモも、え、ツモは、あ、ツモは違う、ツモは同点だからダメなのか。そう、うわ、え、ロ、あ、違うか、ロスッチーうわー、すべてのじゃん、もう、え、でもマンツモ足りないか、マンツモ足りないのか、足りないからしょうがないんだよね。いや、でもね、内川が見事、よく決断した、内川が見事リスったよね。ちょっと待って、黒沢ローソーチーしたらスッチーソーで直撃なら OK だったんだけど、スーソー自分のとこにでツモ、でもこれだと条件足りない、足りない、同点だから。そう、1万3000点差でしたもんね。そうです、だから直撃しないと足りなかったですね。足りない、いやちょっとね、いやでも喉がやばい、俺今、いやすごいね、なんだこれ、ペイ切ってね、
いやもう一腹あるのかっていうちょっとワクワクさせるような展開でしたけどね。黒沢が数走引いて追いつくような場面もあったかもしれません。最後振り切ったのは内川、リーチ、ツモ、ドライチ、1000、2000。